いちごる。はい、市原達彦です。今日も、弟の弘明に来てもらいました。市原弘明です。市原達彦の弟です。で、船橋館というクラブに普段は所属しています。はい、今日よろしくお願いします。なんか、ドライバーの悩みがあるってことだったんだけど、皆さんも多いと思うんですけど、うん、まあ、試合だったり、うん、まあ、朝の一発目って正直緊張するじゃないですか、うん、でその時になんとなくうまくいくことはあるんですけど、うん、まあ、どうしても緊張は拭えないのと、うん、あとは本当うまくいけばいいんですけど、うまくいかない方が自分の中では多くて、うんうん、兄はツアーでもやられてたんで、その時のなんかコツっていうか、うん、そういうのをちょっとなんかヒントもらえればなと思って、まあ、確かに朝一ねミスするとその日の一日の流れが悪くなるからね、はい、確かに、うん、分かった。じゃあその辺も含めて今日はやっていくのでよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。じゃあ早速打ってもらおうと思うんだけど、はい、なかなか試合の感じ出すって難しいでしょ。はいはい、そうです。まあまあでも、まあ、ここがコースだとして、うん、まあ、所属の船橋カントリーの、はい、まあ、1番ホール、ミドルホールをイメージして、はい、もう試合のもうすごい緊張して、はい、おーみたいな、うん、こうテンション上がってる状態をちょっと自分でイメージして、はい、ちょっと打ってみてもらえるかな。わかりました。はい、できればこう何を考えているとかっていうのをちょっと言葉に出してもらえると。うん、わかりました。じゃあちょっと待って、はい、試合っぽくコールするから。はい、はい、船橋カントリー所属ごめんなさいごめんなさい、いや、なんかごめんなさい、普通に言います。いいんです、いいんです。はい、船橋カントリー所属市原弘明選手、ティーショットお願いします。お願いします。お願いします。で、まず後ろで、うん、まあ、ターゲット、うん、最終的な落とし場所ってよりかは、僕は持ち球がドローなんで、うん、ドローってことは左に曲がるんで、うん、初めから落とし場所に向いちゃうと、うん、落とし場所よりも左に行っちゃうんで、だいたいドローの幅を計算して最終的に落ちる場所を計算するんで、うんうんうん、これだったら右から2番目の200の0ら辺、うん、0、うん、一番右の0に向いて、うん、左の結構あれだね、ピンポイントであれだね、狙いを定めるね。そうですね、なんか、うんうん、言われてみればそうか。いやいやいや、ちょっと続けて、うん、じゃあ、そうそう、うん、その感じで狙っていきます、うん、で、そこのイメージをして、まず後ろでこう素振りを軽くして、で、ここでクラブを落として体重をこう下に落として、そこからアドレスに入って目標、うん、に照準を合わせて、うん、アドレスでドローなんで、ちょっとクローズめに右足ちょっと軽く引いて構えて、であとは打ちます。いきます。完璧だ。全部1メートルもずれてない。もう終わり。いや、まあまあまあ、試合の時では、まあ、もちろん心拍数も上がって、うん、そうそうそう、まあ、ちょっとこう手とか震えたりする。あ、全然ある。あ、てか、やっぱり、うん、思うのは、うん、速くなっちゃう。ああ、そうだよね、動作がね。浅くなって速くなっちゃうのは感じる。心拍も速くなるしね。うん、そうそうそう。これ結構自分で朝一のティーショットうまいと思ってるんだよ、うん。それは何でかっていうと、まあ、最初の頃はやっぱりうまくいってなかったんだよ。うん、なんでかっていうと、こうチャカ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 しちゃって、うん、とりあえず平常心を保とうとした、うん。平常心ってでも、もう保てないから。保てない。もうテンション上がっちゃってる時に、保とうとすればするほど、どん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 上がっていくわけ、うん。だから俺はいつも、なんだろうな、精神論じゃないけど、うん、結構サングラスをするのよ、うん。サングラスして、もう自分がコールされる10分前とかには目をつぶってる、うん、目をつぶってもう呼吸に集中してるわけ。呼吸ね、うん、そうそう、ああみたいな、うん、で心臓の音とか、ああ俺速くなってんなーって、とりあえず自分の今の自分を認めることなの、うんうん、でむやみに本当に逃げない、そのドキドキしてることから、
で、俺は例えばじゃあやってみようか、どういう心の声を、うん、時系列を追って、まあだから呼ばれるまで、うん、もう大体こうやって下向いてるの、うん、このサングラス、目つぶってるの見られたくないからサングラスしてるのね、うん、いやおかしいじゃん、ちょっと寝てんのかなと思われちゃう。あ、なるほどなるほど、そうそうそう、まずいね、そうそう、こうやってで、こうちょっとこう固まってきたなと思ったら動いたりしてるわけ、うん、で、まあ呼ばれるじゃん、はい、じゃあ辰彦選手、ティーショットお願いしますみたいな、うん、まあ、俺ルーティーンはさ、結構後ろから構えたりとかこっから構えたりとかするんだけど、基本的には、まあ、だいたい後ろから見て、あー、なんか緊張してんなーって、うん、うん、で、あんまりグーってならない。俺はヒロみたくピンポイントに決めない、うん、ピンポイントにあそこに打ってやるって集中しすぎちゃうのは、うん、あんまり良くないと思ってる、うん、俺はね、うん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 、だから俺はぼんやりと球筋をイメージ、強くじゃない、うん、強くイメージしない、うんうん、なんとなーく、あ、なんとなーくだな、なんとなーくだなーってやって、あ、あの辺から球曲げようかなと、あ、まあ緊張してんな、まあでもリズムだけ守れば大丈夫かつって、1、2、1、2、よいしょ、うん、じゃ結構緊張してるときは喋っちゃう。ああ、なるほど、自分で1、2、3、あーみたいなあんまりこうギューっていう風に、もうもちろんテンションがそういう風に上がってるから、うん、狙いも細かくしすぎない、うんうん、なんでかっていうと、ミスした時に、もしミスした時に、うん、自分を追い込みたくない。あ、わかる、うん、うん、そうそうそう、だから俺はだから振り方はもちろん緊張した時にどうしたらいいかっていう、短く持つとかティーアップ高くするとかいろいろあるけど、うん、結局はやっぱり、そうやっても俺は気持ちが落ち着くことは今まで試合的にないから、うん、うん、いろんなこと試したけど平常心は絶対慣れない、慣れないよね、そう、うん、でむしろちょっと興奮してるぐらいの方がちょっとアドレナリンも出て、うん、いいパフォーマンスができるから、うんうん、だからそう思って俺はやってるんだ。緊張をマイナスに考えない方がいいってことだよね。そう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 、うん、受け入れて、うん、なかなか受け入れるって難しいんだけど、うん、うん、人それぞれだよね。結構喋ってる人とかもいるじゃん、うん、うん、なんか打つ直前まで、あ、いえいえ、うん、技術的なアドバイスをするなら何だろうな、うん、うん、で力入っちゃうじゃん、どうしても、うん、緊張してる時って力入っちゃうのを緩めるってまずやんない方がいいから、うん、むしろ逆にすごく強く握っちゃった方がいいと思うんだよね。あ、なるほど、うん、もう強く握っちゃった方が結構うまくいくことが多い、うん、力抜け力抜けじゃなくて、もうグリップしっかりしといて1、2、3、そのそういう感じかな、うん、うん、まあ参考になるか分かんないけど、なりそう本当にそのこうやっぱ力抜こうと思うと逆にこう変なところで入っちゃうから、もともと力入れとけば、うん、なんて言うんだろう、それ以上入ることはない。まあそうだね、もんね、うん、うん、やっぱ一番あとは大事なのはリズムだよね。絶対そう思う、本当1、2、3って口に出してやれば呼吸も止まんないし、うん、うん、吐くことによって力もフッて出しやすいから、うーんってならないようにすることは結構大事だよね、うん、うん、うん、そんな感じのイメージでやってみて、やってみましょう、うん、目つぶることはやらないで、一応やってみて、いや、やらないでいきますいやいや、数字数えて1、2、3で来て、あ、俺緊張してんな、あ、ごめん、1個忘れたことがある、ごめんなさい、1個忘れたことがあった、うん、なんですか。ここから僕歩数決めてるんですよ、はい、あ、どっちの足からいくとかっていうのも結構決めてる。俺も一緒、左足で1、2、3で入るようにしてるんですよ。ごめん、それ言い忘れでした。大事、結構それ重要。そうだよね。うん。まあ、3歩でもいいし、5歩でもいいし。こう振ります。うん。
あ、なんとなく玉筋イメージ、うん、玉筋大体あの辺から、うん、で俺緊張してんなみたいな、うん、あ緊張してんな、よし、1、2、3、うん、こんな感じだな、よし、1、2、1、2、またゼロ当たる、またゼロ当たる、よしけど本当に力は抜けるね、あの1、2、1、2、3って言うと、なんか抜けるのこところが抜けて、あの3の時に、サッっていける。力、なんて言うんだろう。話した方がいいです。そうそうそう。口に出した方が。うん、だからちょっと、そうだね。恥ずかしくないなら、恥ずかしくない。恥ずかしくないなら声出した方がいい。もう出します。1、2、3。うん。うん、っていう感じですね。まあでも確かに声出すと、うん、余計なこと考えなくなりますよね。そう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 、喋ることに意識が向くので、うん、数字を言うことになんか意識きそうですもんね。そうなんですよ、うん、逆に全くこう全然緊張しない人もあるんですよ、うん、そういう時は逆になんか調子悪いですね、はい、ちょっと興奮状態ぐらいのがいいんですよ、うん、そういうふうに思っといた方が、うん、いいっすよね絶対。まあ、でも確かに興奮しないってことは試合に気分が乗ってきてないってことですもんね、うん、そういうことだと思いますよ、はいはい、うん、まあ、硬くなっちゃうのは良くないですけどギューッと、うんうん、それをやっぱ自分なりのいろんな方法で、うん、解決策みたいなのを見出していけばいいんじゃないかなと思うんですけどね。参考になりました本当本当じゃあちょっと次の試合で、なもう次の試合のティーショットは絶対フェアウェイにいやいやそんなもんですよ、それがダメなんだそれがダメなんだそれがダメなんだ、フェアウェイに行かせよう、そうそうそう、絶対に行かせようじゃない、絶対行けばいいな、行けばそう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 いう感じで、プレーが盛り上がってきて終盤になってきた時にどん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 こう狙いが細かくなってくる、徐々に集中力を高めていく、そうそう、高まっていっちゃう方がいい、なるほど、高めていくんじゃなくて勝手にね、そう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 、でそこまで待つ、うん、まあちょっと今回精神論だったんですけど、うん、はい、まあでも大事ですね、うん、と思うんですけどね、まあ、一発でしくじるとその日もうテンション上がらないですもんね。そうなんですよ、だから練習場とかでもうすげえ朝とか調子いい日とかあるんですよ、で朝一ちょっとミスするとすごい心にダメージを負うんで、ほんと朝一って結構大事です、あの大事です、はい、ありがとうございます、ということで、はい、はい、ちょっとやってみてください、ありがとうございました、ありがとうございました。